なあガッツ、鷹の段に来る前はずっと一人で傭兵でやってたのか。いや、だいぶ前だが傭兵団にいた。それからは一人だ。ま、詳しいことは聞かないよ。傭兵やってりゃ何かしら言いたくない過去は持ってるもんさ。はあ、ピピンよく食べられるね。俺もうヘトヘトで食欲ないよ。食える時に食え。何が起きるかわからん。ピピンみたいな大きい体と肝っ玉が欲しいよ。大将首いただくぞ。対象を潰す。話は簡単だ。俺だってやるときはやるよ。ま、気楽に行こうや。よし、行くぞ。足だからな。手を貸そう。無理をするな。周りをよく見て進め。気合い入れるぜ。だったんじゃねえのか。鷹の段はどう？やっていけそう？わかんねえよそんなこと。ここは変わってる。他の傭兵団となんか違う。
そんなもんかね。でも強いて言やグリフィスかな。やっぱりここの連中はあいつに惹かれて集まったんだ。ここでは毎日血の間臭いことやりながら不思議と泣いたり笑ったり怒ったりできるんだ。あいつってどんなやつなんだ。わかんない。子供なのか大人なのか、いいやつなのか大悪党なのか、よくわかんないやつだよ。俺たち凡人にはわからない、一生かかっても手に入らない確信みたいなものを持ってるんだろうな、きっと。確信？何の？全てのさ。ここならきっと見つかるぜ、お前さんの居場所がさ。まだ答え聞いてなかったな。前の戦、なんで俺を助けに戻った？せっかく手に入れた優秀な手駒をあんなケチな戦でなくしたくないからな。ガッツ、お前は俺についてこい。今はほんの一歩に過ぎない。鷹の段も戦場でのいくつかの勝利もほんの手始め、ほんの始まりさ。面白いのはこれからだ。命を懸けるほどにな。俺は俺の国を手に入れる。お前は俺のために戦え。お前は俺のものなんだからな。お前の死に場所は俺が決めてやる。国を手に入れるだと？貴族でも王族でもない、ましてや騎士ですらない傭兵団の隊長が。グリフィスは当たり前のような顔して言いのけやがった。俺と大して変わらない、ただの一人の男が。あそこを飛び出して以来、俺は何をやってたんだろうな。あっちこっちの戦場をただ駆けずり回って、ただ敵を斬って、ただ生き延びて。答えはまだ見つからないよ、ガンビーノ。夜、化け物が人間を食おうと誘ってくるんだ。俺が盗賊だった頃、夜中突然コンパスが狂い出してよ。大丈夫、それは鉄の交渉の影響だ。ガッツはなんでそんなに大きい剣を使ってるの？重くて大変でしょ。ガキの頃から振ってたからな。子供にしちゃ体の大きさぐらいあるやつをよ。そうなんだ、俺には真似できないよ。偵察とか何か作ったりする方が俺向きかなって。大将首いただくぞ。
戦の始まりだ。行くぜ。調子に乗りすぎるなよ。おう、行こう。一緒に頑張ろうね。よくやってくれているな。じゃねえのか。人の温かみに触れ、白い鷹率いる傭兵団を己の居場所と決める。そして3年の月日が経過した。ガッツを切り込み隊長に任命しようと思う。
俺たちはグリフィスの判断に従うだけさ。一番に突っ込んで死ぬのが奴にはお似合いで。そうか、ガッツには切り込み隊を率いてもらう。いいな。なんで俺が奴らの面倒見なくちゃならねえ。命令だ。わったよ、隊長やりゃいいんだろう。やりゃすごいね、ガッツ。腕が認められたってことだよ。そうか。一人で剣ぶん回してる方が性に合ってるんだがな。隊長、ガッツ隊長。あ、誰だおめえは。ガストンと言います。切り込み隊の副長を務めさせてもらうことになりました。切り込み隊。ああそうだったな。よろしくな。まあ適当にやってくれ。はい隊長、精一杯頑張りますんで。みんな黙って飲んでてつまんないよ。ねえ騒ごうよ、騒ごうよ。ああ、騒がねえよ。また女に振られたのか。うるせえ。いつか貴族になりやがって、道歩いてるだけでマッパの女がコルカス様抱いてって寄ってくるんだ。それ怖くない？隊長どうです？俺が仕立てたシャツの具合は。上々だ。着てねえみたいに動きやすい。お前器用だな。いい仕立て屋になれるぜ。隊長にそう言ってもらえるとものすごく自信がつきますよ。やるっきゃねえよな。ねえ聞いた？今日はミッドランドの王様も出陣するんだって。王様自らご出陣とは。ミッドランドもいよいよかね。でもそういう時こそ活躍の機会は多いってもんさ。それに鷹の段の名を売る好機でもある。王様の前で敵をぶっ飛ばせばいいんだろう。いつもと大して変わらんさ。そうだな。ガッツは分かりやすくていい。先陣任せられるな。ああ任せとけ。お前は牽制だけでいい、あとは本体がやる。分かってるって。黒執事鉄槍重装騎兵団の猛威凄まじく、
我が軍の被害甚大。このままではここ本陣も危険かと。おらんのか。ジューダーの黒い悪魔を倒す者は。ジャスー、ビットランド国王の首は黒執事徹夜に重装警団が通る。黒執事徹夜に重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。なんたるざまだ。我が軍の将軍たちは何をしておるのだ。さあ、大暴れさせてもらうぞ。徹夜に重装騎兵団相手に一気がけだと。よかろう、踏み潰してくれるわ。救援を。
隊列を乱すな。敵はたかが一騎だぞ。早く追いつかないとどやされちまう。ありがたい。切り込みたいらしいとこお見せしやすい。戦場を動かす。行くぞ。切り込み隊に負けるんじゃないぞ。鷹野だ。白い鷹グリフィスが率いる傭兵だ。戦場の死神どもだ。が撤退していきます。バカな、傭兵団一つで戦局が逆転するなど。鷹野団これほどと。すごかったね、カツ。さすが鷹野団の切り込み隊長。さあ祝杯と参りましょう。お前らこそ悪かったな。俺一人で突っ走っちまって。ガッツ隊長、話がある。ちょっと顔を貸してくれないか、ガッツ隊長殿。お前どういうつもりだ。何が。とぼけるな。お前の任務は牽制だったはずだ。
それを敵の真正面から一気がけだと。たまたまうまくいったからいいようなものの、貴様の勝手な行動が鷹の団全体を危険にさらすことだってあり得るんだ。悪かったな、以後気をつける。いつもそうだ、そうやって口先だけ、そしてまた同じことを繰り返す。前と何も変わっちゃいない。お前はただ敵と剣を交えていればそれで満足なんだ。仲間のことなど少しも考えていない、ただの狂犬だ。もう一度、もう一度言ってみろ。二人ともその辺にしとけ。ガッツには俺からよく言っとく。グリフィスはあいつに甘すぎる。お前ら本当に仲悪いな。顔つき合わせて結構経つのに。考えてるさ。俺だって仲間のことは考えてる。もう昔の俺じゃない。思い出すな。戦場を渡り歩いていたお前を鷹の団に入団させることをかけた果たし合い。あの喧嘩は楽しかった。喧嘩っていうのはああいうのがいい。グリフィス、今日の戦すまなかったな。お前のそういうところも俺の策のうちさ。フェスが騎士の称号もらったんだって。連戦連勝、鷹の団の功績が認められたってことだな。称号だけじゃねえ、子爵になったんだ。これでしがない傭兵家業とはおさらばだぜ。そうだ、これからは正規軍となる。今までのようなそやな行動は許されんぞ。平民を貴族にするとは、傭兵など戦がなければ野党と変わりはせんのに。だが奴らの働きは侮れん。先の戦では先陣を任されたらしいぞ。キャスカもあいつのことが気に食わねえんだろ。やるってなら俺が手を貸すぜ。グリフィスが決めたことだ。我々がとやかく言うことじゃない。なんでいい、すかしやがって。ガッツ筋がいいな。ナイフ投げるのだいぶ上達したんじゃないか。教えるやつがいいからな。だがやっぱ性に合わねえ、こういう小さいことは。らしいな。だけど一寸先は闇ってのがこの商売だろ。万一のために覚えて損はないって。それにしてもでっけえ町だよな。一体どんだけの人が住んでんだよ。王都ウィンダム、ミッドランドの王様のいる城塞都市だからね。城壁も見事なもんだよな。何重にも行き渡って、こりゃ他国に攻められても絶対落ちやしないぜ。やるっきゃねえよな。
敵城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。ガッツに任せておけば大丈夫だね。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥ・ゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥ・ゾット？誰だ？知らないの？傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で開けた首は何百何千とも言われてる。でもゾットが恐れられているのは強いからだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場で姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。ノスフェラトゥと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話信じてるわけじゃねえだろうね、リッキルトちゃんよ。あいつそういうのを見るとやたら突っかかってくとこあるからな。なんでもっと早く知らせなかった？それが、誰かがこの奥にお宝があるなんて言うもんだから。その奥から次々と悲鳴が聞こえたんですが。様子を見に行った奴らも。もういい、俺が行く。隊長、誰もついてくるな。
人間はこの50年一人もいなかったぞ。やらなきゃやられる。お前は左。
行くぞ。ガッツ、一気に走り抜けるぞ。真の友と言える存在ならば心しておくがいい。この男の野望がついえる時、貴様に死が訪れる。決して逃れられぬ死が。大丈夫か？来るな！貴様のせいだ。グリフスがこんな目に遭ったのは貴様のせいだ！そういや、お前がいつも首から下げてるあれ、あの化け物、そいつを見たら飛んでっちまった。一体何なんだ？ベヘリット、昔占い師のばあさんから手に入れたんだ。これを持つ者は自分の血と肉を引き換えに世界を手に入れる運命なんだって。ふん、世界をね。気色悪いな。脅かすなよ。いいだろう。お前のそういうとこ変わらねえんだな。変わらないよ、俺は。なぜだ？ん？たかだか部下の一人に過ぎない俺をなぜ助けに来た？理由なんてないよ。俺がお前のために体を張ることにいちいち理由が必要なのか？いや、俺は。怪我の方はもう良いのか？陛下。おい、ガッツ。貴様、王の御前である、無礼であろう。まあ良いって、面を上げよ。
グリフィス卿、そなたの率いる鷹の団の働き、いつもながら見事であるぞ。恐れ入ります。陛下、新参者の一団長ごときにそのような。良いではないか。重臣たちの中に平民出身のその方らを快く思わぬ者がいるのは事実。しかし威信や格式などでは戦には勝てん。世はむしろ型にはまらぬそなたたちに大いに期待を寄せておる。ありがたきお言葉、感服いたします。あちらのご婦人は？ん？ああ、娘のシャルロットじゃ。いかめしい武人は好かぬと申してめったに出たがらんのじゃ。あ、シャルロット。一人娘だからと少々甘やかしすぎたか。許せよ、グリフィス卿。さあ、行くぞ、シャルロット。大丈夫ですか？失礼。お気をつけください。貴様、姫様のお体に無礼であろう。およせ。失礼いたしました、ユリウス将軍閣下。わかればよい。さあ姫様、父上がお待ちですぞ。はい、叔父上様。